こんにちは、レイです。ことで今回はですね、世界の転生バカを見ていこうのコーナー、イエーイ。どの内容かっていうと、恒例企画になってるリアクションビデオなんですけど、海外にね、天才とバカがねまとめられた動画があるので、それをみんなと一緒に見ていくという形になります。じゃあ早速本編へ、レッツゴー。はい、ということでね、こちら 200IQVS10IQ っていうね、この動画を見ていこうかなと思います。スタート。さあ最初のクリップはバウンサーからショックウェーブ、懐かしい。あ、からのこれだな、あれだ、アイアンマンコラボの時だ。この頃めちゃくちゃ好きだったな、フォートナイト。ワンパー、うますぎる。さあガス缶拾って、なんで、そういうこと。火にガソリン撒いたら火強くなって回復すると思ったんかな。生粋のバカだけどね。うん、うん、かわいい。なんかうまそうだなこいつは。来ました、ショックウェーブと。うまい、それ落下室じゃない敵。うまっ。さあハッシュだ、スナイパー持ってるね。まさか抜くのかそれ。うまっ。これでもかっこいいんだよね、このクラッシュパッド使ってやるの。意外と当てやすいよね、まっすぐ飛んでくれるから敵が上に。見てて、ね、ちゃんと結構ほらまっすぐ敵が飛ぶからね、これ強いんよな。クラッシュパッド飛んで船の上乗るのかこれ。乗った、クラパいいね。焚き火、うわ右にガス管があるな、それ大丈夫か。いや燃えてますけど、どういうお笑い、どういうお笑いそれは。さあショックウェーブで行って帰って上飛んでお前落ちる中それ落下死すんじゃねえかこいつめちゃめちゃバカやん、こいついいなさあこれはなんだ。さあジャンプパッドで、あ何笑ってんだよ。車でどんどん登ってく。どっちだこれ、天才なのかバカなのか、どっちだこれ。あ、これ灰黒の敵やりに行ったのかこれ。うまい、いやうますぎるさあ敵が目の前にいる、クラッシュパッドかこれ、飛ばして、いやうまっ、これはうまい。あ、ガス缶やっぱガス缶はやっぱ罠やな、気をつけないと。うん、ただただうまいこいつ、うまっ。ショックウェーブでうまい、これ2年前だからね、うますぎるわ。お、スナイパーでボット倒す、敵来た、引かれる、乗る乗る判断。さあマイティーソーで、なんだこれ飛んできたの。あー死んだな。まあまあ初心者あるあるなのかなあれ。ショックウェーブ飛んでく、大会だこれ。まさか、うまい。いや笑い方がもう悪魔なのよ。いやガス管が怖い、もうすでに殴るなよ絶対それ。フレアガン。これね回復を飲もうとして間違えてフレアガン撃って後ろのガス管に引火。不運すぎるこいつ。さあヘリの敵をクラッシュパッドで、どうすんだそれ、乗れんのか。おお乗った。クラッシュパッドはハイ IQ プレイ出やすいな。今回ガス管うまく使うパターンかこれ。うまい、壊すタイミング計らってそれ落下しそうだよね、だよね。え、いや、いや待って、これはマジで頭いいわ。え、これやばいな。ガチハイ IQ じゃん。針のトラップがなくなってね、こういうことする人いなくなったんだけど、入ってるのが横にバウンサーをくっつけて飛ばして、それ倒す。これやばいわ。ガチハイ IQ プレイ来た。さあ何が起きるんだこれ。落下したせるやつか。うまいね。いや、これ何？美化しすぎだろこれ。
right there in that wood. Right there in that wood right in front of you. あ、うまいよ。終わり今の早くない？何が早い球だったこれ。あ、落としたんだ。この下にトラップ敷いてショックウェーブでベルト落としてトラップにも仕掛けたってことか。すごっ。さあ飛んでヘリ乗るやつか。これヘリ乗ってなんで撃たないの。いやもうプレイよりこの太った黒コメントが気になるんだけど。さあクリエイティブだ、早い編集。でもこれ天才とかじゃなくてこれもう天才か。 IQ は関係ないけどなこれ。いやちょっと気になんのよ顔の長さ。これ何ふざけてんのかこれ。さあうお乗ってうまい。顔が伸びた。うまっ。ガス缶。さあどっちだこれは、天才なのかバカなのか。さあガス缶打って、いやまぐれじゃない。そんなこと言ったらもうダメか。さあバウンサーで飛んでクラッシュパッド。これ意味わかんないやつだ。第三者が見てもこれ意味わかんないやつだこれ。だってバウンサーで飛んだもんな。でこれ投げてなんで落下し。さあワンボックスうまいなぁ。うわっ、ネフライトされてきた。やべえ、こいつ武器やべえ。スナイパーしか持ってねえぞ、こいつ大会で。ワンショットの大会か。ネフライトさん、しょぼいよ、それは。さて、日が来てるね。角に隠れて。ドアを。ガス缶。え？いや、うまっ！ガス缶壊して自分逃げたんか、ショックウェーブで。いや、うまいな。あ、こいつめっちゃバカっぽい。あ、バカだ。え、うまっ。お、スロー。カウンターがうますぎる。あ、またクラッシュパッドだ。濡れるか、それ。そうだよね。車の後ろに乗ってるね。大会だぞこいつ。挨拶は大事。バレてないな。うわワンボックス。気づかないもんやね。大会であれやってるとは思わんか。ガス缶怖い、逃げろ。さあショックウェーブで上を落とす。なんだ、何して何してんの。何してんのこいつ、ただのトロールや。 IQ とかじゃない。クラッシュパッド入り込みワンパン。海外の人もこれ大得意やねマジで。またクラッシュパッドか。いや不得意の人もいるみたいですね。上を取られている。建材も少ないぞ。うまっ、ただうめえ。お面白いかと思った。届かなくないそれ。落ちるんかい。あ、来ました、女の子。さあ何を教えてくれるんだ。ショックウェーブで張り込んで、かわいい。ちょっと待って、よくこの人見つけてきたな。この人同説5人でよくこれ見つけてきた。このまとめた人何が起きんだ。グレード投げて、まさか跳ね返って死んだわけじゃないよな。いや鼻息全開。バウンサーがあるぞ。バウンサーで飛んで、あー出たこれ。前見たことあるわこれ。天才だこれマジで。本当にこの敵が使うクラッシュパッド壊して落下させるっていうねこれ。おっ、ちょっとうまい。バニホーの天才がいる。あ、おじいちゃん、おじいちゃん敵来たよ。おじいちゃん、おじいちゃん逃げて。おじいちゃん建材ない。今リロード、今食べる。おじいちゃん。何に切れれんのこれで。全部自分悪かったやん。
うまっ。うん、落差がすごい。え？コンコン釘を刺す。なんで？もうわざとだよね。この女多いわ。もうボケは2回までって決まってんだよ。うお、トラップか。うまっ。さあクラッシュパッドで飛んで、どうすんだ。あ、付け根壊した。自分の足もっと見てなかったか。ショックウェブで飛んで、釣る。うまーい。いや、昔とかなんかいろんなことできて楽しかったな。いやなんか一瞬過ぎたら言葉出なかったけど、これディーブマッチめっちゃ早くね。どこ極めてんの。やばい。あー、おじいちゃんと同じレベルだ。おー、うまい。ガス管怖いよそれ、自分が。さあチャージの戦い。敵倒した時より自分死んだ時の方が大喜びや。こいつ敵倒して、あはここ喜びなんだよな。懐かししそう。来たわ。はい、ということでね、天才 VS バカだったんですけど、皆さんどうでしたか。まあ、この動画で好評だったらまた続編出すので、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。